はい、おはよう、諸君。今日は手紙ございません。そして、振られたヒュージ。俺の中ではもう振られたって思ってっかんな。いやー、今日はお外で遊ぶのにぴったりなお天気だね、メープル。振られたんだっつーの。あいつはもう霜焼け一筋なんだよ。お腹が空いて空いて気を揺らすパワーも残ってないよ。ミオト君、僕の代わりに梨を取ってきてくれない？相当ショックなんだね。もう気を揺らす力がないほどお腹が空くくらいメープルちゃんのことを忘れられないと。なんて一途なやつだったんだ。別に俺は悪い男だとは思わんかったんだけどな。な、太平太。ああ、悪い悪い。手が滑ってしまった。で、前回風車のお金を全部払い切ったんで、もう立ってるはずなんですが、素晴らしい！これ素晴らしい！いいんじゃないですか？ここに風車って。意外といいと思うよ。で、この周りに花をたくさん植えて、より華やかにするということですよ。ちょっと、式典出ますか？これはね、出ておかないと。素晴らしいよ、また。星の村に一つ大きなね、シンボルが生まれました。おら、しずえ、風車が立ったぞ。式典やるぞ、式典、式典。おら、さっさと来いや。あ、村長、今日は村長にお仕事のお願いがあります。公共事業で進めて、風車の完成の起点、ゆるゆる、オッケー、やっちゃおう、やっちゃおう。ほら、みんな、風車ができたぞ。熊ばっかりか、おい。アイリスかわいそうだわ、ちょっと。熊ばっかりか、おい。でも、アイリス、なんか、だんだん可愛く見えてきたよね。最初なんか、ただの眉毛野郎だと思ってたのに、だんだん可愛く見えてきたよね。出た、クラッカー。公共事業の完成を祝い、合わせて今後の星の村のますますの発展を願いまして、よーっ、パーン。では、これにて風車完成記念式典を終わらせていただきたいます。本日は、よいしょ、よいしょ、クマばっかりか、おい。せっかくね、式典で集まってもらったんですから、ちょっと話しかけていきましょうか。ね、まずは、ヒュージ君を振ったメープルちゃん。ぽやーん、お天気がいいので、お洗濯日和ですね、霜焼け。右上に霜焼けが、霜焼けじゃねえや、ヒュージが。もう誰が誰だかわかんねえわ。ミヤトさん、海釣りってお得意ですか？私、魚の自由研究をしていて。いや、可愛いな、おい。自由研究って可愛いな。任せておけよ。でも、そっか。夏休みシーズンか。まだもうちょい早いとは思うけど。まあまあまあ、海釣りね。やってきてやりますよ。で、俺の推しメン、アイリス。あ、ミオト、どうもだもんね。で、何の用だい？いや、推しメンは、アイリス。僕の憧れはもう、メープルちゃんですから。それは多分別物ですから。別個ですからね。この村の連中ってみんなして網持って虫追いかけてるじゃん。どう見えてんだよ、お前。同じことやってるのにどうしてうまい下手の差が出ちゃうのかな、だもんね。あ、なんか意外といいこと言ったね。そんな網持ってるかな？あ、俺が持ってるから？しまうわ。おねえのムーさん。いやん、元気そうで何よりだぜ。うっふーん。で、どうした？ だってひよこだしさ。あのよ、この前、オレンジに太平太が遊びに来た時に忘れ物があるんだよ。おめえ、これ代わりにあいつ、こいつを届けてきちゃくんねえかな。左にいるじゃねえかよ。渡せや、今すぐ。今すぐ渡せって。いや、渡せ、今。今、渡せ、今、今、今。ずっと見てんじゃん。あ、これ俺のじゃねえみたいな感じで。なんでこんな、めんどくせえことすんだよ。おー、すみよと、今日も来てんてるかですね。そうそう、おいらに何か用を預かり物でーす。ん、おいらに届け物。さっき見てたでしょ。 さっき見てたでしょうが。ほら、おいらの忘れ物。なんか忘れてたっけ。服だ、服。止まったんだ、熊の服。 熊が熊の服って面白いね。届けてくれてサンキューな。お礼にこれもらってくれ。何これ？あ、服だ。イカしたラインの服だ。熊に熊の服って、なんかな。まあ悪くはないと思うけどさ。お、待って。今日もいるんじゃないですか。どうもどうも、私、ローランとモースですか。お部屋の内装チェンジするお仕事、はるばる来たです。遠くから張り替える壁紙と絨毯3000ベルでやるですか。やるです。これでよかった。お家まで私を連れて行くです。速やかに、速やかにね。行くよ、せーの。速やかに連れてきたです。でも、ちょっと面白いことしたいです。お前、閉じ込めたら、ついてこないんじゃないの？今から、あんた、閉じ込めるです。ちょっとの辛抱です。
よし来た。さあお前はもうついてくることはできぬ。さあ来い。あ、ちょっと待ってください。はははははは、お前はもう出られない。ずっとそこにいるんだな。ははははは。あ、ピコンになっちゃった。どうしたどうした。ミヤトさん、私最近スカンジナビアなワゴンが欲しくてずっと探してるんです。誰か持ってないかしら。え、ミヤトさん持ってらっしゃるんですか。勝手に話を進めるなよ。あの、とっても勝手だとは思うんですけど、もしよろしければ私に売っていただけませんか。あ、ごめん間違った。あごめん、違うごめん、あげるからメープルちゃん、ごめん、ボタン押し間違ったの、メープルちゃんごめん、許しで。あー、なんで俺今網持ったんだ。あ、ちょっと待って、今メープルちゃんの釣りをしようと思ったらすごいものがいるよこれ。だってひれ出ちゃってるよ。これあげる。これはもったいないでしょさすがに。うわ、ノコギリザメ釣りちょっと動揺してる。口が回んねえ。え、これあげる。これあげたらびっくりするかな。まあ、さっき断っちゃってさ、メープルちゃんのあの印象、俺に対する印象がちょっと下がっちゃったと思うから、このノコギリザメでもあげてメープルちゃんに喜んでもらうか。これでなんとか挽回したいと思います。メープルちゃん、お待たせ。さっきはごめんね、断っちゃって。実はね、君のためにすごい魚を釣り上げてきたんだ。よかったらもらってくれ。俺の気持ちだ。ノコギリザメですか。こんな珍しい魚いただいてしまっていいんでしょうか。メープルちゃんのためだったらやるよ。ヒュージ見んじゃねえよこの野郎。メープルちゃん隠れるくらいでっかいよノコギリザメ。ノコギリザメは持ってると思うだけで心臓がドキドキします。多分それね、怯えてるんだわ。あ、すごいわ、すぐにポケットにしまったわ。こんな素敵なものをいただいちゃったんですから、ちゃんとお礼しないとですよね。いやいや、そんな全然いいのよ。カントリークローゼットです。どうもありがとうございました。大切にしますね。全然釣り合ってないけどさ、まあこれでメンプルちゃんがね気分を良くしてくれるんだったら私は全然いいよ。あ、梨忘れてた。90、お待たせ、ごめんね。やっほー、ミヨト君メープル。ミヨト君メープルって意味が分かんないんだよ。どっちメインなんだよって話だけどさ。ほら、梨持ってきてやったぜ。わー、美味しそう。鼻から食ってたよ今。うわ、美味しかった、これが食べたかったんだよね。あ、何か俺らもしなくちゃね。それじゃあこのケンケンの床、え、ケンケンの床って何、ケンケンの床って何、すごい気になるけど、ケンケンの床って何。とりあえずケンケンの床貼ってみますね。はい、あー、そういうことね。ケンケンパのケンケンね、納得しました。いらねえわ。ヘイマスター、最近顔出せなくてごめんよ。おわ、なんかいるよ。今日はトタケケ、いや違う、 DJ ケケか、 DJ ケケね。いや、またってね、君もマスターのコーヒーのファンなのかい。いや、まあね、ここで働いてる身ですから。砂糖の量、変わったことを聞くんだね。僕は余計なものはいらないんだ。これがバイトで役に立つと。まあ今日もバイトはしませんけど。そろそろコーヒーを飲みたくなることかと思って全然口回んねえや。砂糖の量、今日はね入れなくていいや、ブラックでいきますよ、大人だからさ。ケー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 、こう見るとね、服着てないからすっぱだかなんだよね。この味が最も引き立つ 80.58 度、入れたてをどうぞ。いただきます。苦いって何なんだよ。おめえが望んだんだろ。癖になりそうなビターテイストだ。ケッケー。よっしゃ。待って、靴ダサくね俺。靴変えよう。よし、そろそろ、ローランさんの様子を見に行きますか。もう観念したでしょ、あの人。出てきてんじゃない。これで出てきてなかったら面白いけどさ。ずっといるんだ、かわいそう。誰にやられたのこれ。ちょっとおしゃべりしよう、おしゃべり。ねえねえねえ、ローラン、お話ししよう、お話。どもども、張り替える壁紙と絨毯3000ベルでやるですか。やるです。あ、でもダメ、あんた持ち物いっぱい。お部屋の内装チェンジ余裕必要です。あんた持ち物欄にまた声かけてほしいです。持ち物欄を2個開けて。
え？あ、本当だ。じゃあ釣り竿を持って、これでいいですか？お願いします、ローランさん。あ、どうもどうも、できましたか？準備、張り替える壁紙と絨毯3000ベルでやるですか？やるです。これでよかった。お家まで私を連れていくです、速やかに。行くよー、せーの、てっ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 て。あー、ちょっと待ってください、てるってってるってって。村長やめちまえ。本当であればね、グレースが来ていて、今日もねコーディネートファッションチェックをやりたかったんだけど、まあいなかったんで、ローランをひたすらいじめました。クズだな本当に。次回はね、しずえさんとか他の人をね、閉じ込めたいと思います。最低な村長です。こんな村長がいる村、皆さんいかがですか？それでは本日もご視聴ありがとうございました。